さーてと、今日はお店も片付いたし、ロレアちゃん、一緒にこれやってみよう。え？何ですか？それは。この前師匠のところに行ったら、店のことばかり考えて疲れてるだろうから、たまには息抜きにゲームで遊んでみろって貸してくれたんだ。うわぁ、何ですか？オートのものですか？面白そうですね。ゲーム設定、エンジョイ、チャレンジ、スリル。どれがいいんでしょうか？よくわからないとき、私はいつも真ん中を選ぶようにしてます。じゃあ、チャレンジにしてみよう。ん？次はアクションスタイルとハイスピード。どうしよう、真ん中がないよ、ロレアちゃん。困りましたね。サラサさん、選んでください。じゃあ、ハイスピードにしてみるね。音楽も雰囲気も怪しげに始まったね。ドキドキしますね。このおじさんは何をしようとしてるんですかね。こんな遅い時間に出歩くなんて、悪いことでも企んでいるんじゃないですか。あれ？うわぁ、光り出しました。すごい装置です。これサラザさんの工房にある転送陣を使った時みたいです。あ、このおじさんもしかして錬金術師さんでしょうか。ひょっとしてサラザさんのお知り合いだったりしますか。そんなわけないでしょう、ドレアちゃん。ネットワークにつながったようじゃな。これで古代人の秘密はわしのものじゃ。古代人の秘密とか言ってるけど、状況を報告せよ。思考アーキテクチャのジャフラグメンテーションを開始します。分割思考ストレージ個数を1から8番に変更。大容量伝達デバイスを3番から8番に転送。吸い込まれちゃった。空から他の人が現れたよ。こんなところに立ってるなんて、すごいバランス感覚。ロックマンが向かったのはこの辺りだよ。かわいいですね。ここにカオスエメラルドの反応があったのか。俺たちで阻止しないかな。わあ、広いですね。ソニックフロンティアというゲームなんだね。鳥さんみたいにお空飛んでて気持ちよさそうですね。私もお空飛んでみたいなーって。大変、墜落しちゃいますよ。法則を無視してる。すごい揺れてる。大丈夫ですかね。ロリアちゃん、やってみて。え、私が先でいいんですか。動き回ってみよう。このリングを集めればいいのかな。ロリアちゃんすごい。今日初めて見たんだよね。上手だね。うわー、どんどん進みます。早いです。クロンってしてるけど、私今何したのかな。そういえばサラサさんが隣町に行った時もこれくらい早かったですよ。いやいや。ジャンプしてみよう。それそれ。スプリングにホーミングアタックしよう。ホーミングアタック。え、ロリアちゃん、ちゃんと説明読んでる。あんまり読んでないですけど。ええ、なんだか感覚でいけちゃう気がしてます。あれ、この道は何ですか。世界がぐるーって回
はサラサさんの番ですよ。うん、やってみるね。おお、と思ったらさっき墜落した続きみたいだね。あれ、すごい雨。大丈夫ですかね。小槌ですか。よかった、動いてますよ。目の前の敵は倒しちゃうよ。それ。これはきっと大事なものだから集めないと。ドロップしたアイテムを取る。やっぱりそうだよね。無駄な素材はない。錬金術師の勘がそう言ってるよ。次はどこに行けばいいのかな。あっちの海の上に何か台がありますよ。ほんとだ、ひょひょに登ってレールをスイッと。あ、リングもある。気持ちいいね。リング、リング、リングは大事。再ループする。ぐるっと円を作ればいいのかな。おお、自分でリングを湧き出せる。これって私が操作してるから錬金術でこうなってるとかじゃないよね。サラサさんすごいです。さすが錬金術師さんです。あれ、上にも何かって。おお、無事につけた。空中移動ハラハラするね。ここでもリング、そしてその先に見えるのもリングだ。これは行かなければ。うお、サラサさん、さっきからリングに対する異常な熱意を感じるのですが、気のせいですか？錬金術はお金がかかるから、素材集めとお金はとっても大事なんだよ。さらに再ループで自分でもアイテム出しちゃおう。チャリンチャリンチャリン。ん？この灯火は何だろう。ここも一周しちゃえ。え？何が起こったの？いける、いける。
ますよ。まだまだ。うわもう一回大成功させる。あ、よっと。私より早いタイムだったら、オートで買ってきたお菓子をプレゼントしちゃおうか。本当ですか？私、本気出しちゃいますよ。うん、見せて、ロレアちゃんの本気。うわー、サラサさんにも見て、コースは大体頭に入りました。だから行きますよ。ジャンプ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 、よし、いいですね、上手。こっから乗ります。ほっ、ふーん、おー、すい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 、おー、ジャンプ、おー、ほい、さすがロレアちゃん。ジャンプ、うん、ジャンプ、ジャンプして、いきますよ。ぐるーん、ぐるーん、ぐるーん。楽しいです。すごい。よいしょ、ジャンプ、ゴールです。タイムはどうですか？ビー、やった、おかしいおかしい。お、次に進みましょうか。操作はお戻ししますね。向こうに大きいのがいるけど、あれはボスっぽいよね。戦うのは嫌だけど、何かいいアイテムをくれるかもしれないし、行ってみよう。アシュラって言うんだね。何か出してきてる。怖そう。本当ですね。うわ、あれ、大きい。これはどこが弱点なんだろう。手を下ろしてるから、そこから上がるのかな。ここからかな。ほっ、あ、水色のところで加速して上まで行けそう。うわあとはここを攻撃すれば。行け行け、うわ、頑張ってください。行け、片付けたよ。すごい。いい調子ですね、サラサさん。この勢いであと2本いっちゃいましょう。弱点さえ分かればへっちゃらですね。うん、へっちゃらへっちゃら。私にこのゲームを貸してくれたってことは、師匠とマリアさんも遊んだのかな。師匠ゲームうまそうだな。今度は師匠ともタイムアタック勝負をしてみたいね。ロレアちゃんとどっちが早いかな。え、私とですか？うん、だって私よりロレアちゃんの方が上手だから。ムキになる師匠を想像したら、なんだかおかしくなっちゃった。サラサさんの想像では、私がオフィリアさんといい勝負をしてるってことですよね。師匠負けたら、自分が勝つまで帰らせてくれないだろうな。よっ、うわー、あー、すごいすごい。お、あ、ここでもリングをたくさん出しちゃおっと。ほっ、リング
リングすごいリングリングリングわサラタさんよっしゃいっぱい出してますねリングは大事現れたよ集会開いてるみたいで可愛いねほんとですねこの子たちはこんなところで何をしてるんだろう明日もお店あるし今日はこの辺りにしとこうかそうですね一緒に遊べて楽しかったですまた今度続きがしたいですねそれじゃ今日はおやすみなさいおやすみロレアちゃん気をつけて帰ってねまた明日。